はい、パッシングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康のためのヒントだったりアイデアをお話しさせていただければと思います。はい、本日もですね、ファスティングがどんなダイエットよりもファスティングが優れている理由についてお話しさせていただければと思います。今日はその2ですね。前回その1をお話しさせていただきました。その1は辛くないっていうところをお話しさせていただきました。で、今日はその2なんですけども、その2はですね、リバウンドしないっていうことなんですね。リバウンドしない、やっぱりダイエットってリバウンドしてしまったら意味がないですよね。はい、じゃあリバウンドするのはなぜかっていうことを考えていただきたいんですね。リバウンドするのはなぜですか？なぜでしょう？まず第一にですね、やはり食事制限だったりとか、そういったものをするとやっぱり辛いじゃないですか。食べたい、で目標に達したらぐわー食べてしまってリバウンドするっていうところがまずありますよね。で、もう一つがですね、今日のポイントなんですけども、基礎代謝っていうところなんですね。基礎代謝、ちょっと難しい言葉ですけども、基礎代謝の謝、あ、こうですね、はい、基礎代謝っていうのは要はですね、車のアイドリングのみたいなものです。はい、分かりにくいですかね。1日にじーっとしてても消費するカロリー、要は例えば1500キロカロリーとか2000キロカロリーだとして、1日に寝転がってても1500キロカロリー消費する人がいるんですね。いるというか皆さんそうなんですけども、それは何に比例するかというと、筋肉量に比例します。筋肉の量があればあるほどですね、基礎代謝っていうのは高くなるんですね。高くなります。なので男性の方の方がやっぱり基礎代謝は高いです。なのでスポーツをしている方、筋肉がしっかりされている方っていうのは普段でもですね、太りにくい体になるっていうことなんですね。女性でやっぱり筋肉が少ないっていう方はですね、基礎代謝が低いので太りやすいんですよね。そういうことなんですよ。で、ここでですね、考えていただきたいんですけども、考えていただきたいというか、やはり知らない方が多いので説明していくんですけども、筋肉の量がですね筋肉の量が落ちてしまうと基礎代謝が下がるっていうことをまず理解してください。で、そこで問題なのが炭水化物抜きダイエットなんですね。炭水化物抜きダイエットっていうのは糖質を取らない、前回の動画でもお話ししましたけども、糖質を取らないことによって脳は糖質を欲しがります。そうなると何をするかというとですね、筋肉を分解します。筋肉を分解することによってアミノ酸からブドウ糖っていうのを作るんですね。筋肉からアミノ酸、2がちっちゃすぎます、ね、アミノ酸からブドウ糖を作り出すんですよ。作り出す、そこで脳を満足させます。なので炭水化物抜きダイエットの方っていうのは筋肉が分解されるんですね。分解されます。そうなると何が起こるか分かりますか？体重めちゃくちゃ落ちるんですよ。体重めちゃくちゃ落ちます。なぜかというと筋肉って重いんですよ。なので炭水化物抜きダイエットってすごく痩せるんですね。すごく痩せるんですけど、筋肉の量が落ちたから痩せてるんですよ。そしてここで体重が減りました。じゃあそこで基礎代謝が下がった状態でまた普通の食事に戻します。そしたらどうなると思いますか？1500キロカロリーだった人が、例えば極端に1000キロカロリーになったとしましょう。そしたら普通の食事をしたとしても基礎代謝が低くなってるわけですから、太りやすくなるっていうことなんですね。だからリバウンドするんですね。かつ炭水化物抜きダイエットで辛い思いをしてます。なので食べちゃうんですね。食べちゃいます。そこでもっと太ってしまうっていうところが、炭水化物抜きダイエットをされた方の、経験談として多くあるかと思います。で、そこでですね、じゃあファスティングが優れているっていうところなんですけども、ファスティングは何が起こるかっていうのを考えてください。前回の動画でもお話しさせていただきました。ファスティングはファスティングドリンクを取ることによって糖質を取るんですね。糖質を取るということは、この筋肉分解を起こさせないんですね。起こさせないことによってですね、何をするかっていうと、そうなるとですね、3日間のファスティングをすると3日目、1日目2日目は肝臓のグリコーゲンっていうですね、
エネルギー源を使うんですけども、3日目から脂肪燃焼が始まります。脂肪燃焼を始まると脂肪を燃やしていくんですね。で、前回の動画でもお話ししましたけど、3キロだいたい減ります。3キロの脂肪ってどのくらいか分かりますか？3キロの筋肉だったらたかが知れてます。こんなものです。でも3キロの脂肪っていうのはこんなもんなんですよ。こんなもんです。相当のサイズダウンをするんですね。なので炭水化物抜きダイエットで痩せられた方っていうのは筋肉がこんなもん減っただけですから、見た目はそんなに変わらなかったりします。で、かつ垂れます。筋肉は落ちますから。でもですね、ファスティングで痩せられた方っていうのは脂肪が燃えますから筋肉はそのままですよね。なので内側からキュッと引っ張られたように痩せます。かつサイズがすごくダウンします。かつリバウンドしないの分かりますか？リバウンドしないんですよ。なぜかというと筋肉量はそのままです。かつですね、何個かリバウンドしない理由あります。それはですね、胃がちっちゃくなるんですね。ファスティングで食べないですから、胃が元の大きさになる、小さくなるんですね。リセットされるんですよ。なので食べようとしても食べれないっていうのが実際のところなんですよ。そうなんです。あとはもう一つ心理的なところなんですけども、炭水化物抜きダイエットっていうのははっきり言って健康のために行っているっていうよりもダイエットのために行っている方が多いですから、特にですね、炭水化物を食べない代わりにお肉を食べたりとかするんですね。なのではっきり言って不健康になっている方が多いです。でもファスティングっていうのは健康のために行うわけです。体をきれいにデトックスするために行うわけですから、心理的に大掃除した後のような心理が働くんですね。大掃除した後って汚したくないですよね。なのでちょっと体に悪そうなものを見ても食べたくなくなります。食べたくなくなる。かつ舌がすごく、味覚がリセットされます。されるので、こうそういう、要はですね、まあ、科学的なケミカル的な味が、身の素みたいなのがですね、辛く感じます。なんかこうピリピリするんですね。そういったものを受け付けなくなるっていうところが実際なんですね。なのでリバウンドしないっていうところがですね、ファスティングでは起こるんですね、はい、といったところでちょっといろんなことをお話ししちゃいましたけども、ファスティングが優れている理由っていうのはリバウンドしないっていうことなんですね、はい、本日はですねその2についてお話しさせていただいたので、もしファスティングにご興味ある方、質問がある方は下にホームページに貼っておきますので、ぜひご質問ください。またですね、次回のはその3についてお話しさせていただければと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。